おお、ちょ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 、マジで、え、まずい。はい、どうも、その上司、みのおちです。ブラックです。今回もセーフニングレバープ2021やっていこうと思うんですが、今回ですね、実は激強だった選手紹介しようかなと思います。予想以上に強かったと、パトリック・クライファーと新 IM。クライファーとかね、これ実は結構人によっては、ほんとクライフよりもね、使用が良かった。結構評価高いっすね。うん、まあクライフとね、パトリック・クライファーとはポジションが違うんで、はい、どっちが上とかないんですけど、使用感でね、実際使ってみたらね、めちゃめちゃ強かった。この選手ね、結構何が強いのかと、特徴がある選手、フィジカルが強くて、ボディコンが低い。珍しいっちゃ珍しいんですよね、うん、体自体は強いんだけどボディコンはそこまで高いわけじゃないんで、一回ちょっとこかされるとちょっとそんなに体勢は、ね、保てないと。ただまあやっぱフィジカルコンタクトが高いっていうことでね、はい、そこら辺の力強さ、単純に、まあ、素のね、そのぶつかり合いとしてはすごい強い選手、うん、これでいてね、決定力が98、ボールコントロールとかそこら辺のね、ところは高い。もうちょっと欲しいのはまあオフェンスセンスかな。今回ね、そのプレー動画とかも撮ってほとんどバフかけてないんで、もっとね、そのプレー動画的にはバルゼロナのバフかけはもっと強くなるっていう。バフかけなくてもね、強いですね。めちゃめちゃボール持てるだけじゃないけど、ワンタッチパスとかで逃げたりだとか、ちょっとだけ体張る、この選手がいるだけでね、パスがすごい回しやすくなるかなっていう印象はありますね。ポストプレイヤーなんで、ちょっとね、下がってくるというか、ライムレーカーとか2列目の選手とちょっと入れ替わることがあるんですね。それが結構強いクライフ。2列目飛び出しの選手置いてるんですけど、こことよく入れ替わったりだとか、結果的にパトリック・クライファーとか落ちてきて、逆にクライフが上がることによって、入れ替わりが起きてね、そのスペースを使って、いい感じで攻撃することができたりとかするんで、ポストプレイヤーっていう能力自体も結構強いですし、入れ替わった時に決定力98なんで、後ろにいても結局結構遠目から狙っていけるシュートが。かなりね、理想的なポストプレイヤーの選手なんじゃないかな。この選手は、選手証書が1個しかついてないんですよ。選手証書って何かっていうと、自分がボールを持った時に周りの選手がどういう動きをするかっていうやつなんですけど、クライファーとはグランダーパスだけなんですよ、ね。星1。グランダーパスだけがついてると、周りの選手がグランダーパスを意識したような動きをしてくれるっていうのが、選手長所としてはあるんですけど、これね、結構複数持ってる選手が多いんですよ。例えば横にいるロナウドとかなんて、能力値が高いんで、ドリブルが星2、グランダーパス星1、フライパス。これね、ロナウドが持った時に何の動きしてくるか分かんないんですよ。周りの選手が。さらに監督とかの動き、どんな動きをしてくるのかっていうのが、その自分の味方の選手が動きっていうのが把握しづらいんだけど、クライファーとはグランダーパス星1しかついてないんで、パスコースが結構できやすい感じになってるんで、すごいやりやすい。1個に絞ってる方が個人的にはいいなと思ってて、いろんな動きしてくれないんで、ちょっと落ちてきてほしいのに裏抜けちゃって、結構ウィニングイレブンってあると思うんですけど、そういうのがある程度なんかその、この選手調子が固定されてることによって、結構動きがね、なんかその簡単になる。
一応こちらでもね、試しましたね、クライファート。縦のツートップもね、非常に強いです。ディスローはラインブレーカーなんで、ここが入れ替わる。もう完全にこれに関してはこうだね。こうなった時にディスローがね、やっぱり、まあ、すごいパス上手いんで、はい、で、もともとクライファートもね、さっき言ったパスが、ものすごいいいっていう感じなんで、すごい合わせるとね、うまくいく。4312よりは、縦関係の方が、多分クライファートの強さの部分は出るのかな。クライファートって、ゴール前の、もちろんね、位置取りとかも結構いいんだけど、やっぱり、くさびに入ってくれてね、アシストには関与しないんだけど、その前のパスをよくしてくれるみたいな選手なんで、こっちの方が良さは結構いけるかなって個人的には思いました。クライフとクライファーとどっちも当たりなんでね、今回のガチャ熱いかなと。そうだね。さあということでいきましょう。調子絶好調キヨシ。相手はミゲルスン。ユニフォーム見づれ問題あるんだよね。そうそう、バイエルンとかね見やすいな。そうバイエルン見やすい、めっちゃ。今のためロナウドを使っている理由がここにあるみたいなプレー集でしたね。いやー出ないか。マルちゃん、えっ、おぶねえ、さあ走ってけ。これなんだ、うますぎ。きついねー、きついね。2点は、おー、ちょ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 、マジで、え、まずい、え、まずい、え、おぉ、え、バフかけるとこんなんなんの。え、びっくりしたんだ今。え、なにこいつ、なに今のモンスターじゃん。おー、全員ほらどけどけどけ、触んな触んなと。ちょ、え、向かえて今動いてなかったよね、キーパー。ちょっと今俺がこうね、ベッケンでずらしたら、うわー、すげえ。ノーチャンすぎるだろ。あ、入んの。うますぎね。バースティング。クラビング。うわ、今のタッチしとけよかった。終わったせいで終わった。ヒントいてない。なにヒントいてない今のところ。クライフ君走って。いや。おい、おーい。まずい。やめて、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 やめ
よな、なんか知んねえけど。多分ね。いやこれ、いやこれ決めてほしいね。だからさ、たまにやんだよね。何試合か一回やんのよこれ。ああ、逆再に変える時間があるのか。あぶねー、ナイス寄せ、寄せてるんだよね今の。うわ最悪だな、今の最悪だほい、今のプレーだいぶ最悪だほい。え、なんなんこいつ、ブラジルの人よう分かんない考えてること。くわー、ナイスいや惜しかったね、イエーイ。まあクライバートの凄さは分かったね。いや出たでしょ、あの1点がすごかった、うん、まあ嫌みたいな、使ってる人は大したことなかった。